皆様こんにちは、きんぴらごまでございます。今日はナスと豚バラのポン酢和えを作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは使っていく材料ですが、すりおろし生姜小さじ1、砂糖小さじ1、ナスはこのように切ります。オリーブオイルを適量に使います。それとごま油大さじ1使います。そしたら最初にナスと豚バラで炒めていきます。最初油を使わないでナスを先に使います。ナスよりも豚バラの方が先に焼けるので、ナスの上に豚バラを乗せておきます。そしたらごま油を回しがけします。そしたら砂糖を小さじ4分の1を入れます。塩昆布 5g 入れます。炒まったので火を止めます。お皿に移していきます。はい、それでは大根を擦っていきます。これ残り物の大根を使っているので変な風に切ってるんですけど、気にしないでください。そしたらすりおろした大根におろし生姜小さじ1、めんつゆ大さじ1、ポン酢大さじ2、よくかき混ぜます。そしたらこれを先ほど炒めたナスと豚バラにかけます。よく混ぜます。美味しそうだね。はい、完成しました。ナスと豚バラのポン酢和え、美味しそうにできました。早速いただいていきます。それでは早速いただきます。美味しい、さっぱりして、ナスがすごくジューシーです。お肉もいただきます。美味しい、塩昆布が効いてすごく美味しいですよ。ポン酢と和えたのでさっぱり食べられます。とっても美味しくできました。すごく簡単にできますので、皆様もぜひ一度作ってみてくださいね。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いいたします。このきんぴらごぼうキッチンのチャンネル登録もぜひ、その他きんぴらごぼう SNS やってますので、説明欄からフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではきんぴらじゃんけんタイム、きんきんぴらぴらじゃんけんぽん、バイバイ。